フリードリヒ・アウグスト2世は、ザクセン王国の第三代国王。ザクセン王大使マクシメリアンの長男で、初代ザクセン王、フリードリヒ・アウグスト1世、第二代ザクセン王アントンナオ七1797年5月18日に、ピルニッツで、ザクセン選帝公、フリードリヒ・クリスティアンの逸ツマクシメリアンと、その最初の妻であったパルマ公、フェルディナンドの娘カロリーナの、 第3子として生まれた。1819年9月26日に、フリードリヒ・アウグストは、オーストリア皇帝フランツ一世の王女、カロリーネ・フェルディナンデと結婚した。さらに、カロリーネと死別した後の1833年4月24日に、バイエルン・オー・マクシミリアン一世の王女マリア・アンナと再婚した。しかし二人の人の間に子供は生まれなかった。 1830年9月、フランスで起きた7月革命の影響で、ザクセンに革命騒乱が発生した際、父マクシミリアンから王太子の地位を譲られた。1831年に、叔父のザクセン王アントンによって摂政に任命され、アントンが1836年に死去すると大いについた。フリードリヒ・アウグスト2世は憲法を制定するなど、 はじめは自由主義的な姿勢を取ったが、1848年革命が勃発すると態度を変え、1848年4月28日には議会を解散した。これは5月放棄を招いたものの、暴動は速やかに鎮圧された。フリードリヒ・アウグスト2世は、抹車事故による怪我が原因で1854年8月9日にカレース店にて死去した。王位は、 弟のヨハンはついだ。ありがとうございます。